そう向かってくるね。そう回したり押してくるね。もうこんなもし調整しちゃったら普通に入る。ドルナーの生命線は、ね、イーファスピーチっていうね。ああ。あれがね、ノースリーでやべえ入んねえよかった。まっすぐで入んねえと思ったらイーファスで。そんなの。いくつって。どのまでだよ。ノースリーがやったんだよ。これいいなってやったらちょっとカーブ編とかああ聞きましょう。なんとなくいい感じに仕上がるのはわかります。だから翔太さんさ、え私なんかフォーク覚えたいとか覚えて。めっちゃいい、めっちゃこれはいい。いいね、いい動画だ。いい動画だ。10秒変わらないよ。変わらない。いいね。編集中でこれはすげえ短縮された動画になると思います。いつも何秒ぐらいにします？30から40ぐらいでやってますね。でもそろそろできそうですか？あともう半分ぐらい。もう半分。本当そんなやっぱすぐできるものなんですか？あなんかね、撮る前に大体イメージができてるんでそれに合わすだけっすね。しかも短いからカットも。そうね。30秒で収まるかな、これ頑張ってください。30秒であれ、TikTok 30秒だっけ？いや、そんな、あ、TikTok 3分ぐらいまであるんですよ。ただ30秒ぐらいがちょうどいいかなと思って34から40ぐらいで。おやっぱり YouTube とは違ってやっぱ素材を一つずつなんか撮っていく感じですよ。そうね、イメージ通りに画角と言葉の、まあ、ニュアンスだけ決めて撮った素材に合わせてイメージと同じ動画に仕上げると。何言ってるんやろって感じだと思うんですけど。プロっすね。プロです。あでも35秒ぐらいになりません？ちょうどいい感じですかね。おそらく今で23。リースは前。あで最後にヒロトの携帯からもちょっと動画を拝借して、あ最後になんかみんなもやってみてねみたいなのいきます？あーやるか。ここで今だいたい34秒です。もうちょいカットするんですけど、みんなもやってみてねだけだったらプラス 2,3 秒だからってことか。そうですね。でもうちょいカットするって言ったらちょうど30秒ちょいで。そうです。で、何でもできる？基本は、YouTube だと大体8分から10分、うん、短い動画で8分ぐらい、で、まあ、長いと試合動画とかだとたまに15分とかはあるけど、基本的には大体10分、11分とかっていうその平均ぐらいが TikTok の中だと30秒から35秒っていう僕のイメージですね。ああ、なるほどなるほど。大体ちょうどいいですね。
店舗紹介ぐらいだとそんぐらいにしてます、うん、1分はなんか素材の質が良かったら1分持つんで、うん、前平野さんの野球教室の時は1分ギリギリまでショートは使いました、ね、はいはいはい、そういうのはめっちゃ伸びてます。なるほどなるほど。これも今じゃあ34秒で大体やってるんで、まあ、プラスみんなもやってみてぐらいで、そうしよう言ったら最後ちょうどです。やりますか。でコメント欄ぐらいに次回カーブ編で、いいね、でそれを またそこにつなげていくみたいな。いいね。よし、その状態でいきますか。いきますか。カーブ次はカーブ編もやる。ごめん、コナンにしか見えないもん。事件起きてるよ。それかカーブ編アップドキシン48467、それか船越さん出てきちゃうよこれじゃ。火曜サスペンスでこれでテロップでいいじゃん。次は次回カーブ編いいじゃんカーブ編でこれでや、カーブ編何があったみたいな。いいですね。YouTube で落ちまくったスライダー。プレミアム5。私、病院の見方を覚えて、ぐーっと回して、真横に親指を入れてます。投げるときは、このような感じ。切る、グッと。このような、こういう意識、投げます。リリースは前、渾身のストレート以上に、ボールを投げる。今からスライダーいきます。急すぎる。次回カーブ編いいじゃん。いやこれでこれでこれでいきましょう。こういうの少し価格変わった。若干そうですね、軌道見えるようになるほどね。すごい。これ取ってからもうちょっとあれじゃないの、もう少しやってからの方がいいんじゃない。ちょっと少し伸ばす。俺らだとそこですぐ切っちゃうとテロップ入れらんねえじゃんってヒロトに直してもらうこと何回かあるんだけど、余韻があるって感じ。切れやすい。次回はスイーツで、なんかアフレコで、はい、例えばスライダーでなんちゃらかんちゃら言って切れ味抜群、次回カーブ編みたいなんで。いいじゃん、いいね。これどうします、最後に僕作成しましょう。もう一回しましょうか。お願いします。あわちゃんでカーブ編は次ヒロト編集とかで。そうですね、同じようにやってもらえれば。この段階あるのね、やっぱ気象転結段階あるんです。カーブ編次回か。で次のカーブ、次回 2CM 編みたいな。そうですね、次回 2CM 編次回 2CM 編やむちゃいいんじゃないですか。やむちゃ次回これ次回2CM 編みたいな。毎回どんなポーズするんやろね。あ、いい感じ、出そう。はい、ということで、まあ、先ほどね、あのヒロとカメラマンの時、僕カメラマンで密着の方させていただいたんですけれども、まあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日一日、この他、まあ、モンタナさんで撮ってたりとか、はい、そういうのがあって、ヒロともさっきちょっと違ってたみたいだけど、まあ、携帯で撮ってるっていうのがまず一つの違いで、はい、もしかしたら TikTok とかショートとかって、はい、携帯の方が編集しやすいのかなと思ったり。あー、そうですね。僕はパソコンでも編集ソフト持ってるんですけど、はいはいはい、30秒くらいの動画しか完成品作らないんで、はいはいはい、データ移行してで、なんかあれこれこうパソコンに移し返すっていうその動作、うん、作業がめんどくさいんですよ。はい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 。だから撮った端末で動画撮ったやつをもう編集そこでしちゃって出すっていうので、はい、僕はそうやってやってます。なるほどなるほどね。そう、そこはやっぱ多分 YouTube もやってるから、はいはい、YouTube は逆にパソコンで取り込んでるのかな。あ、取り込んでなかったですね。あ、そうなんだ。はい、編集はもう2時間以内ぐらいで終わらしたいんで、素材がすごいいいのがあったりしたら、うん、YouTube やったらもうパソコンでやりたいとは思ってます、ね、うん。で、思ったのが今日ずっと止めてはつけて止めてはつけてっていう、はいはい、いう風な感じでやってて。そうですね。YouTube で僕らがカメラ回すときってもう1本は1本でその中でカットしてる。でもどちらかというとカットしてくるんじゃなくてつなぎ合わせてくるって感じの方が、はい、イメージあって、でそっからやっぱあの画像が生まれるんだって。今後ね、僕らもショートやったりとかって、まあ、ヒロとかさっきそれで教えていただいていましたけど、まあ、そういったところがあって、まあ、僕も、まあ、ヒロとももちろんね、翔平さんもかもしれないですけど、はい、みんな刺激的な一日になったんじゃないかと、はい、
新しいものを見てるかのような、はいはいはい、よかったです、はい、っていうのがあって、で、なんか最後に動画編集者として、はい、まあ、TikTok、YouTube どっちも YouTube はショートかもしれないですけど、はい、まあ本当に出してみますか、はい、その中で一番の違いとお互いで気をつけてることっていうのを最後にちょっと、はい、TikTok と YouTube、まあ、短い動画と長い動画で分けて説明すると、短い動画の役割としては野球とか、まあ、何もこう興味持ってない紹介したいものすら知らない状態の人に届けることができるものなんで、まあ、短い時間でポイントだけ、一番伝えたいことだけピックアップして動画に出すっていうのを意識してます。なるほどなるほど。そこから、まあ、YouTube の長い方に興味がある人は見てもらえたらなっていう、そういう流れを意識して作ってます。まあ先導役みたいな、そうですね、入り口を増やしてるみたいな感じですかね、はい、入り口をショートと TikTok にして、はい、YouTube の本体を、そうですね、本当にちょっと面白いからね、ありがとうございます、見ちゃう、ついついやっぱ見ちゃう、はい、それがショートのいいところだし、でぜひ皆さんに、まあね、主に TikTok とかショートってやってるのは多分今はグローブ化、そうですね、グローブとか少し多めですね、そう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 、っていうのもあったりとかして、まず僕そこで知るようなメーカーとかあるし、あわちゃん自体がね、大手メーカーを使わないから、はい、大手使わない系の人間なんでね、はい、そういうのもあるので、まあ概要欄にね、あのあわちゃんの TikTok のリンクと、まあ、YouTube のリンク、はい、出してるものほぼ一緒です、そうですね、を載せておくので、皆さん、ぜひどちらの方のフォローも、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、本当ありがとうございました、ありがとうございました、また今後、はい、今度はまた大阪行けたらいいな、そうですね、はい、会いましょう、はい、ということで、本日は、まあ、あわちゃんと、はい、まあ、あわちゃんのか密着、ちょっと TikToker の裏側の方、ね、裏側をね、はい、ちょっと暴かれてしまったんですけど、はい、紹介させていただきました、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします、それではおりしょー、本日の動画は以上となります、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします、それではあいしょショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、これ着て野球やろうぜー。